ま大変長らくお待たせをいたしました本日はお忙しい中ソニーブースにお立ち寄りいただきまして誠にありがとうございますそれではただいまから写真家三好さんをお迎えしましてアルファで撮る屋久島を題しましたトークセミナーを開催してまいりますどうぞ皆様最後までお付き合いくださいそれではご登場いただきたいと思います皆様大きな拍手でお迎えください写真家三好和義さんですどうぞ たくさんの方にお集まりいただきましたここで三好さんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います三好さんは1958年徳島県徳島市生まれ17歳で二カ展に入選され当時最年少記録で話題となりました85年に写真集楽園を出版木村伊平賞を受賞されました 以降楽園をテーマに写真集を数多く出版されていらっしゃいまして2009年に豪華本「京都の御所と離宮」11年には「世界遺産小笠原」を発表されています現在は肖像院の魚物や富士山伊勢神宮など幅広く撮影をされていらっしゃいまして最新の写真集は富士山極上の撮影術を出版されていらっしゃいます 本日はアルファで撮る屋久島をテーマにトークセミナーを開催してまいります。では三好さんどうぞよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。え写真家の三好和義です。こんにちは。はい、えー、僕はね楽園雁というテーマで、えー、世界中いろんなところで写真を撮ってるんですが、えー、今回は屋久島ですね。屋久島はね僕15年ぐらい前に一回写真集を作ったことがあるんですがその時はね 10年間もかけて撮影をしましまた、えー、当時はまだデジタルがなかったんで、あのー、3 5ミリの、えー、ミノルタですねミノルタの,あのフィルムで撮ったりあとは大型カメラシノゴの、ねえー、カメラを、えー、使って、えー、10年かかったですね、えー、そうやって撮影をしたんですが今回ね久しぶりにこのデジタルカメラ α7、えー R ですか成、ね、分、えー、R を持って、あのー、撮影に行きました、えー、本当に昔に比べたらね同じクオリティの写真がねこんなに簡単に撮れるんかっていうね、えー、ある意味あの,ーし,のごえー、しのぐようなあ、えー、そういう撮影が、あのー、できたですね一、えー、6日間ですか6日間行ったんですけどね 昔は本当に10年かかった撮影がこれだったら1ヶ月もあればえ十分撮れるなっていう実感をえ得ましたねえ例えばここにある写真え流れがありますけどこの質感の違いっていうのが分かりますかねこの岩の質感実はねここにね大きな画面の真ん中のちょっと右上に大きな屋久杉の破片がえあります、えー これがね、現場では全部岩のように見えてたのに帰ってきてパソコンで拡大してみたらあれこれ岩と違うわっていうのがね、分かって綺麗な木目が出てるそんなのをこう撮影しましたねで、持っていったのはアルファ 7R それにこのバリオテッサーのね、2470そしてゾナーの55の1.8それからゾナー35の28 また、もうすぐね3月に発売になる FE の 7200F4 のね G レンズそのレンズを持っていってさらに1635フ,フ,フィッシュアイのね1 6ここから7 4 0 0そして、ねマクロ100マクロも持っていったんですが実は200マクロも持っていきましたね、え。ー これなんかは7200で撮ったんですけどね、大湖の,の滝という、ね、屋久島の有名な滝なんですがそうそう、屋久島、この中で行ったことある人いらっしゃいますか、おあそんなにいるんですね、屋久島は本当にこう絵になるところで、その風景写真やってる人の間ではね、一回ぜひ行ってみたいという、そういう憧れの場所です。えー、でそういうところに僕もこうやっていっぱいレンズ持って行ったんですけど、 の後の時代から比べたらねもう何分の1かっていうぐらいねあのー、量が少なくて済むし軽いですよね。もうちょっとこのカメラ、早うに出とったらよかったのになと思いました。っていうのはね去年のこれ秋に出ましたよね。えー、僕、去年の夏、富士山に登ったんですよ、頂上までね。ねもう助手が2人ついていってもう大変で、えー、このカメラさえあればもっと。 うん、簡単に行けたのにななんて思いながら、えー、今回の屋久島の旅でしたね、えー、これなんかね日が暮れてもう真っ暗ですよその中で、えー、こうやって映ったっていうのはこの液晶のモニターまた中の有機、あのー、EL のモニターっていうのはすごくこう拡大をパッパッとしたらね暗い中でもピントが合わせられるんですねええー そういうね、昔、ふいでもいっぱい持っていったのに、えー、こういう写真が、ね、簡単に撮れるようになったって、ねえー、例えば、これなんかは、ね、同じ時に撮った1枚です。えー、島の西側で、ね、撮ったんですけどこれのこの左側のこの岩場を撮ったのがこちらです。でさっきののこれは、ね、ND フィルターの えー、8段ぐらいの、ね、ND フィルターをかけていますですが普通の、えー、高画質式のファインダーだったらいちいちフィルターを外さないと見えないぐらい暗いですよねこれ長時間録音、えー、4秒ぐらいで撮影してますけどねですがこのソニーの α のこのカメラだとファインダーの中でフィルターをかけてないかのように見えます、えー、あれは まあ他のメーカーだとあのライブビューにしたりするんですけどこれはもうライブビューなくてもうそのまま綺麗に見えるっていうのがあの非常にストレスがなく撮れてよかったですね。まあ、こんな感じで、ね、屋久島の森、まあ、皆さんがこうイメージしているような感じで屋久、えー、杉とか、それのこう葉っぱ苔むした深い森。えー、ここはねちょうど、あのー もの、えー、のけ姫の舞台になったと言われている、えー、森なんですけどね、えー、苔むしたこの岩肌非常にこの細かいディティールがあって今まで本当シノゴで絞り込んで F64 とか絞り込んで、えー、5分ぐらいの録音をかけないと映らなかったそういうシーンがねこれ絞りこの時は16で感度200ぐらいに上げてね、えー、撮ってますけど、えー、非常にこう緻密に。 えー、そして質感もしっかりと、あのー、描写されたのが驚きですよねでまた今回この 4K のモニターで見てるんで余計にこう光のパワーっていうんですかねそういうのをこう感じることができますねだから屋、ま、久、あ、島の,この木のイメージ森のイメージっていうのをね本当に思った通りまた、反対に言えばもう思った以上にね、えー、こうやって撮れたっていうのが、まあ、自分ではなんか不思議な気がしましたね。 でまたデジタルができたばっかりそうだな例えば5年、7年ぐらい前だとねこのグリーンの色っていうのをデジタルで撮るっていうのは非常に難しかったんですけどえ今回、この新しいカメラを使ってみるとグリーンの質感がすごくリアルに映っていますねえでその後ろのモニターを見ながらその現場で色をこうちょっと変えたりしながらえ自分のイメージに作っていくわけですけどね。 で例えばオートフォーカスなんかも最近のは本当にすごく早いですからあ鹿が来たとか言ったら、ね、パッとそっちを向ければあのずっとこう追っかけてくれたり、ね、いろんな機能がついていて非常にあのストレスなく撮れましたね、えー、画面の横にあるのは大きなあの江戸時代に切られた大きな切り株なんですけどね、えー、その横に、えー、鹿がいますねうんまあこういうシーンがこう思い通りに撮れたこれはね感度確か1600に 上げてありますねそれでもこれだけこうシャープに撮れるっていうのは、うん、アルファならではですよね、えー、こんな感じで、ね、撮ってるんですよでね、まあ、この 7R 特にこ,のーこういう、ね、高画質なカメラを使う時に気をつけないといけないのが、まあ、どうしてもちっちゃいカメラなんで手持ちで撮りたくなって撮ってしまうんですけど、あのー、やっぱり三脚をねできるだけ使うっていうことですね その三脚もちょうど僕、そこに展示置いてありますけどねえこうやって実の大きな三脚をねこれ僕、使ってますねでこの足がねしっかりしてるだけじゃなくってこの雲台をねこのちょっと大きなやつを使うんですねうんでさらにえーこの液晶がまあファインダーの中でも見えるんですけどあの明るい時にあによく見えるようにこのね傘をね使うんですねこうやってね、え。ー これ,ね、これ、ね自分で設計してあの特注ですピラミッド型の六角形の傘ではなくて、ね、こうやって四角いでこれを、ね、ここにこうやって自分でこれ取り付けるようにしてあるんですねでこうすることによってあのここのうし後ろの液晶のモニターをこう見ながら、ねえー、撮れるんですけど、ねうん、いろんな工夫をして、ねえー、するんですよでもう真っ暗の中でも,こうもう目をつぶってても撮れるように。 えー、いろいろこの指先でじゃあこことかあこっちはこうででこうでってね、えー、で非常にそういうのを普段からあのイメージトレーニングしてでまたこう自在に、えー、動かせるようにしてでこういう問題を使いこなすで僕はこのビデオ運動なんですよね実はこれあのビデオ用の問題なんだけどなんでいいかっか言ったらこのね水準を1回こう合わせると そこに置いてある限りはどっちを向いてもあの上を向いても横を向いても水平がまっすぐに出るんですね、えー、ですから非常に便利でねこれをね縦にする時はねここに L 字のこういうね金物をつけてこう縦にできるようにしてあるんですね、えー、ですから、あのー、必ず水平が出てるというまあ建築なんかの時にはその水平っていうのは大事ですけど、あのー、風景の中でもその平行をいかに出すかっていうのがね、えー 非常に、うん、大事なななこことなんですね、まあこのカメラだっかな新しいカメラは後でトレミングをねパッと、あのー、カメラの,方であのこうでしてくれたりとかいろんな便利な機能がついてますけど、まあ、僕はこんな感じで大きな雲台とちょっと長い足、うん、でこの大きな雲台のもう1つの意味はあのー、雲台が大きくなることによってしのごの大きなカメラで撮っているような気持ちになれるんですね。 これがこう華奢な自由雲台だとサンゴでパチパチって撮ってる感じなんですけどそういうねえ利点もあって雲台だけをちょっと大きくしてあったりしますねえでまあ足元は滑らないようにこうねうん気をつけていくんですけどであとは雨が多いですからえゴアテックスのカッパを着てたりとかねえそんな感じでこれ撮影してますねえっとこれがねえミノルタの 200mm マクロ。 ええまあ、こういう写真を見ると確かにね新しい画像処理エンジンビヨンズ X んなるほどなっていう、ええ、実感しましたね水の質感でまたこコケの,苔のし水の中に映り込んでる景色までがね本当にこうクリスタルのガラスのように綺麗に映ってるんですね。でそうですねこれなんかもあのー 絞絞りをね実はこれ16ままで絞っていますちょっと前のカメラだとね、絞り、まあいいところ8ぐらいまで,でだったですね、使えるのが。っていうのは、16まで絞ると解説現象っていって、あのちょっと画像の像が乱れてしまうんですね。えー、それがこうボケた感じになるんですけど、この今回の 7X 7から、えー、また今度の新しいカメラは、 その絞りすぎてもっていうか絞っても画像がシャープに映るそういうねえ新しいえ解説低減処理っていうねそういう新しい機能が搭載されましたねまあこれは良かったなと思いましたでこういうね画像が撮れるようになったんですねうんまあこういうねアップのものはブレが目立ちやすいですからあのカメラもブレないようにするけど被写体もブレない ようにするために感度をこれで800ぐらいぐらいとか800まで上げて撮ってますね。であとこういう写真の時に、えー、便利なのはやっぱりボケ味ボケ具合っていうのをこうファインダーで確認しながら、えー、撮れるっていうところも、えー、良さの一つですよね。それからこれね。うん、これなんかは。えー 何に見えますかハートに見えますよね、<laughs> これ今、屋、あ、久、のー、島に行く女性の方はほぼ100%、これをスマホで撮りますね。<laughs> 僕も行って初めてなるほどって言うんで、ねもうね、僕が行った時はあは冬だったんで人が少なかったんですけど多い時には30分並んであの撮るそうです。えー 夏場行くと、ね、ものすごい人が行きますからねあだけど、これの、ね、写真のええところはこ切り株の中から見上げてるんですけど切り株の内側も映ってまた切り株の外の景色、えー、この木まで、ね、両方映ってる、えー、これはやっぱり、あのー、アルファならではですねこの D レンジオプティマイザー それを、ね、こう,うまく調整しながらオートで撮ることもあるんですけどあの強弱を、ねえー、こうしながら撮りますでこれは上向くでしょだからバリアングルモニターっていうのも非常に便利ですね、えー、そういう、ね、いろんな機能があるんで、あので、ーまあ、パッと撮れたというシーンですね、はい、これなんかもやっぱり液晶モニターだったから見えたかな目には、ね、もう真っ暗の、えー、森の中ですよ。 それをこう自分のイメージでパーッとこう明るい光があふれているような一枚にしたいということでえこれはマニュアルですねですから普通だったら3段から4段露出がオーバーになるような露光で撮っているんですねえそれがこうモニターの中で見ながらえ作画ができるというところですねはいまあこれなんかも大きな岩にえ苔がびっちりとついていてね非常にこのシャープに撮れた一枚ですけどね。 えー、はい、えー、これが大湖の滝なんですけど、まああいう屋久島ちょっとこう危ないなと思ったのは雨が降るともうすぐに増水するんですね僕もこれ行った時はねこの滝がねちょろちょろっとしか流れてなかったのになんかアップモードを取るのに多分30分ぐらいかな、えー、取って後ろを見たら こんな大きな滝になっててびっくりしてね、えー、撮りましたもう近寄ろうとしてもねもう水がザーザーとこっち、あのー、回ってくるんで、えーあのー、何枚かしか撮れなかったんですけどね本当に昔のカメラだったらそういう,こう水に特に弱かったですよねですからシャッター切るのもこうちょっと難し,難しいぐらいの状況なんですけど最近のはそういう防滴防塵っていうのがね割と効いてるんで、えー、こういうところで えー、気にしないでこうパンパン取れるっていうところですね、まあ、岩のこの質感とかねこの滝のスケールっていうのが、うん、非常にあのスケールのある感じで取れてますねあこれがね奇跡的な一枚ですね僕日本では初めて見ましたねあの虹が二重に出とんですよ、これ実はねうっすらとですけどね、2本目は。 これちょうどほんでまた僕が初めてだったのは自分より下,にま下まで虹が見えるっていう、えーまあ、屋久島ならではですよね屋久島ではね一月にに35日の雨が降るといわれてるんですね、えー、林文美子さんの小説で有名なフレーズなんですけどねだから雨が降っては晴れる、降っては晴れるそれを、ね、もう繰り返しですからこのちょうど橋の上で朝ごはん食べようたんですね。 おいしいパンがあるんでそうしたら雨が降ってきて、えーあのー、車の中に逃げ込んだら虹が出てきて、えー、もう慌てて外に出て取った1枚なんですねでこれ帰ってきてびっくりしたのがこれちょっとその距離でなかなか見えにくいんですけどねここでよく近くで見るとねこの雨の筋がね全体にさーっと僕最初ノイズかと思ったんですよ雨のその一筋一筋までがね 写っとんです、ねえー、いやこんなに写真写ったん写っとるんやなと思ってびっくりしましたねでこういう虹次の写真撮るときにもやっぱりピールフィルターをねこう回転させて微妙な回転で、えー、こういう虹次がはっきりと写りますねはいこれなんかはこの水の質感かな 普通だったらやっぱり長時間旅行にしてこの水をえこの霧のように映してしまうんですけどこの時はこんなに水の表面の質感が映るんやなっていうことで反対に感度を400にこの時は 800, ですね800まで上げてえ暗い森の中なんですが800に上がることによってシャッターがえー125分の1ぐらいでえ切れてるんですね。そういういいにして撮った1枚ですねはい これはまあもっと暗いところなんでこれ長時間露光なんでえ下,が下の水面がちょっとこうふわっとなって映っていますけどねうんまあこの葉っぱの一枚この枝のねシャープさうんこの辺の描写っていうのはシノゴの世界ですよね、まるでねえだからじっくりと構図を決めてえ撮るとこういうなんていうのかな えー、しっかりとした、えー、構図、でまたこうある意味、まあ、自分の写真なんでなんですけど、格調の,の高いそういう、ねえー、シーンを撮ることができますねこんな感じで撮ってますけどね、えー、あ,のあの傘ですよ、まあうん、このまんまですけどね、ここに持っていってますけど、まあ、帽子かぶって、ゴアテックスのカッパで、ねえー、モンベルのカッパですね、はい、これから、うん、こっちにカメラバッグを置いてあって。 この時はガイドさん1人ですけどね、えー、ほんで助手がいてっていうので、えー、メーカーの方も一緒に行ってね、えー、で三脚の下にこれ棒がありますけど、あれはこのステッキですね、えー、こういう岩場を行くのにもね、やっぱりもうさすがに足にきますからね、<laughs> それで最近はもうステッキを持ってこういう山歩きをしますね。だけど、こうやって見たら分かるでしょう、ものすごい大きなスケールの自然の中ですよ。 あのまあ、長野とかにもこういうスケあの景色はあるんですけど屋久島のやっぱりスケールっていうのは桁違いですよね、まあ、縄文杉なんかは何千年って言われますけどそういう,こう自然の中で写真を撮るっていうのはね非常にこの気持ちもいいしこうテンションも上がるっていうことでねぜひ屋久島行ってみてくださいねこれも、えー、7200の新しいレンズですね。 えそういう意味ではこの7200の新しいレンズとえ FE の2470とねえ日本があればえほぼほとんどの,この領域をカバーできるということでねえそういう,こう日本のレンズで風景写真のすべてが撮れるそういう感じでねねいいですよねで例えば5 5の1 8とかね3 5の2 8なんかも単焦点ならではのこの柔らかい描写絞りをこう開けて撮ったりね でまた絞ったら絞ったで画面の隅から隅までピントがくるっちゅうねえそういう感じでえ撮影をしますねえこの時はえこの写真は1635ですねえそれは LA の EA4 っていうねえそういう FE レンズにないような領域をねえ A マウントのレンズでカバーできるんですねだからこういう超ワイドレンズを使ってグンとこう寄って、えー これヒメシャラっていう木ですけどねえなんか生きているようなそんなこうイメージでこれ撮影したですねうんでもまあかなり暗いですからねえで三脚もこう伸ばしたり縮めたりしながらいろんなシーンを撮っていきますねはいえこれがねえマクロの2 0 0あのミノルタの時代のね まあ名作と言われるようなレンズなんですけど、えー、マクロレンズですね、まあ、森の中とか、えー、それから例えば杉の新芽こんなね1センチぐらいのものとかねコケとかをこう近づけないところからねかなり距離がありますそういうところで撮影ができるんですねで、まあ、背景もきれいにボケますよね例えばこの水滴がねどうかな被写体の大きさとして1センチないですね7ミリぐらいの小さなこんな被写体うん だから1回、外してしまうとあれ、どこにあったんかいなっていうような感じでねなかなかこの探すのが難しいぐらいなんですけどあのそういうマクロレンズが使えるっていうのもミラーショックがないんですよ、これえ普通のカメラだと昔のカメラだとあのミラーアップっていうのをねえわざわざしてそれでそっとシャッターを切るんですけどまあこういうカメラはねミラーアップがないミラーレスですからね。 だからシャッター切っても音がかすかに聞こえるだけで綺麗、ええ、に写真が写る、うん、そういうのも便利ですよねでもやっぱりこのビヨンズ X の威力ですねこの水のつるんとした感じ、うんまあ、自分が映り込まんようにと思ってね気をつけてこうアングルを探してるんですけどね、はいうん、これなんかも16ミリですねフィッシュアイ。 だからちょっとこの周りの木がこう丸くなってますよね。で大きなこの木が倒れたところ、それをこうアングルを探して下から行って、だからこのファインダーもね、えー、こういうふうに、えー、上を向けて、えー、この横のねこれが便利ですよね。こういう大きなカメラにしては、えー、こういうあのファインダーがね上を向いたりしますから、そういうのを、えー、使って撮影をしていますね。 だからこうやってね上向けたときにこれがこっちあのちゃんと目の方に向くんでねあのすごくこう作画に集中できるですね、うん、あこっからが実は初めて使ったカメラなんですねこっからですよね、ちょっと待ってあそろそろこれこれえっ、ー、とね、α6000 今度。 発表されたこのね CP プラスに向けて発表されたそのカメラがギリギリ間に合ってこの間薬師前持っていったんですね、えー、いやもう小さいのにこんなに映るんかっていうねこの画面の隅々の,このピントの合い具合葉っぱの一枚一枚まで全部見えますよねでこの苔の質感この描写やっぱりそのやっぱりソニーの何ていうんですかテクノロジーっていうんですかねビヨンズ X っていうのが ここに反映されててるっていうことなんですね、えー、もうびっくりするぐらい映りましたね次のこれこれも24かな、えー、ツワイスの24を、えー、絞り開放で撮ってますねだから全体にちょっとこうふわっとした感じになってますけどあれすごい近寄れるんですね、えー、近寄れる上にこのボケ味が非常に柔らかい、えー、でこの水の質感の描写、えー、まあこれちょっとうん なんてうですかね惚れてしまうていうんですかね,こうううすかねそういう,こう気持ちにさせてくれるレンズとそういうカメラの組み合わせだっていうのを思いましたねでこれは、ね、植物園、えー、フルーツ園に行って、えー、撮った写真なんですけどね、まあ、見てほしいのがこのパパイヤにこのついてる水のしずる感ですねこういう描写っていうのはやっぱりこの新しいカメラならではですねだから画素数がどううのってみんなこう すごく気にするんですけどほんなガ画素数はどれくらいなんとか言われるんですけどもうそういうレベルを超えてますよね、えー、ただシャープっていうんじゃなくてこんなにこう綺麗に映るこの単感とかオレンジの,この色の違い質感の違いそういうのがねもうリアルに映るっていうのでなんか撮ってて嬉しくなるっていうところですねで特にマクロの時には本当にシャッターの音が全くしないですからね でこういうい夕日のシーンなんかも、ねあのー、かなり、えー、眩しいのにファインダーの中にはこの綺麗に映、えー、り込んでいるというのがあってでまた、シャドウ部も、ねえー、どれくらいこう、うん、暗く撮ろうかとか、ね、そういうのをこう考えながら、えー、作画ができるというところなんですね、うんまあ、例えば、これをもうちょっとシャドウ部を出したいなと思ったらその D レンジオプティマイザーというのをこう調整するわけですね。 D レンジオプティマイザーというのも初期の頃まあ45年前かななんかだとかなりこうざらつきが出て、えー、あんまりこうプロとしては使えないような感じの仕上がりだったんですけど今回のこのカメラにはそれが非常に荒れたりしないんですねシャ,ボシャドー部だけこう上手に出してくれるだからだいぶそういう部分でもあの進化したもんだなっていう風のを実感しましたね。 はいこれなんかもそのバリアングルモニターを使って、えー、下から真上を向けて撮ってるんですね、えー、これはこのガジュマルのね林なんですけどね、えー、なかなかこう森の奥深くにあるんで、えー、ガイドさんに連れて行ってもらってね初めてあこんなところがあったんやなっていうんで僕屋久島20回も行ってるのにこの場所に行ったのは初めてだったんですけどね。えー 非常にこの神秘的ともいえるそういう1枚を、えー、撮ることができましたでこの時にもこれ結構 D レンジを利かしてるんですよねだから昨のシャドウ部とか、えー、また奥のハイライト部とかがね、えー、飛ばないできれいに出てますねでこれも絞り16ぐらいに絞ることによって、えー、この手前のものから奥まで、えー、ピントを全部に合わせてね、えー、こうやって1枚にできてるんですね でレンズのやっぱり特性でしょうねこの緑の、この辺の緑の透明感とかね、えー、そういうのがすごくリアルというか、うん、こうやって大きく伸ばしてもね綺麗だなというだから例えばコンテストなんかでもねじゃあどういう写真が入賞するかといったらそういう会長うが豊かでまたこう自分がその時に受けた印象がうまく1枚に仕上がっているかというのがね。えー あのそのコンテストなんかの入賞する、えー、一つのポイントになりますからこういろんなこの光のバランスを考えて、えー、こうやって作画できるっていうのはいいですよねだからこうやって上を向いてこうやっていてたらあのなんか脳みそがあんまり働かんのですけどこう下を見ながらこうやって撮れますからねこのモニターがこうやってこんなに傾くっていうか上を向くっていうのもまあすごくいいもんだなっていうふうなのを、えー、思いましたね。 これなんかそうですねこれはその α6000 ですよだからこれが例えばフルサイズだといくら絞ってもピントがあんな奥までは来ませんだけどあのー、ちっちゃい、えー、フォーマットなんで、えー、少し絞ってやるとかなり奥までピントがくるっていうところですよねでこのコケの質感このみずみずしいなんかある意味こう翡翠のような えー、そういう質感が、ね、出て、まあ、この作画としてはここにあるこの木を小さな神明これで樹齢 3, 3年ぐらいだって言ってましたけどねその木を、えー、ポイントにしてでバックの,この描写の具合で普通だったらバックも真っ黒につぶれるところなんだけど、えー、D レンジを使うことによってそれもうまくこう、えー、描写してますよね。 であともう1つはその描写をするっていうのはコントラストを調整するだけじゃなくて微妙な部分によって、えー、そのノイズを取ったりいろんな機能がこのビ o ンズ X っていうのは働くそうなんですね、えー、ですからコントラストだけじゃなくてこの質感の描写かつそのバックの出し、えー、具合そういうのが、ね、すごいこうバランスよく、えー、取れてるんじゃないかなというふうに思いますだからこういうときにはね 卓上三脚っていうねマンフロットのこんなちっちゃいおもちゃみたいなやつですけど、ね、ああいうのを使ってこう撮るとあの非常に撮りやすいですね。えー、これが今回僕が屋久島で撮った中でこんなの撮りたかったっていうね、えー、自分の自信作の一枚ですね。えー、これは、えー、24の,、うん、あのツアイスのレンズを開放で撮ってます。うん こんなにこう綺麗なボケ味をするレンズというのは他に知らないですね、えー、そういう、えー、気持ちで撮った1枚ですねうんこのふわっとした感じと、ね、ちょうど雨上がりの後で、ね、あと、の、で、ー、みずみずし,しい感じでこれいろんな種類の呼吸がこの中にも映っていますけどね、えー、この緑の、えー、描写というのが本当にこう気持ちよくうまくいった1枚ですね。 はい、これが、ね、今回のこのカメラの一番の特徴を表してますね1、2、こういう連射してますよ3、4、ねえー、これ秒11コマまたこのね、オートフォーカスがめちゃくちゃ速い確か世界一って言ってましたけどね、えー、すごいオートフォーカス早いもうブラッこうシャッター切ってんのに 全部ピシッとピントが来てるっていうね、えーまあ、自分もびしょびしょになりましたけど、あのー、カメラは濡れんようにパッとね、えー、あの試作の1台だったですからあの <laughs> 濡れんように撮ったんですけどこのすごいのはここの岩肌ですねまたね、えー、これ屋久島は花崗岩でできとる島なんですね、えー、そのね花崗岩の岩肌そういうのがねすごいこうピシッと映ってええー びっくりするほどの質感、でこの波のしぶき、えー、これがこんなに映るんやな、でこれ持ってまた今度、タヒチに行きたいななんて思うとるところですけどね、うんまあ、こんな写真が撮れるようになったんかっていうような、えー、新しいカメラっていうところですね。はい まあこんな感じでね森の中でねえもう朝早くから行ってえお弁当を2食持って行きましたよあの朝ごはんと昼ごはんと、ねまあ、夕方には帰ってくるけんって言ってね2食持ってえ森の中でえ過ごしてえ写真を撮ったんですけどねねこれでね実はね4月かな4月にね今度、写真展があります。 これね全部、えー、ソニーのアルファ99と RX1、えー、これ4月の4日からあのー、あそこですエプサイト新宿のエプサイトでね4月の4日から17日まで写真展をします、えー、大きなプリントはね、えー、1メートル80の左右が3メートル50かな大きく伸ばしましたぜひね あのご自身の目で、ね、確認していただければなと思いますけどね、えー、もし持ってない人いましたらあの手を挙げてもらたらあのはがきありますからあのぜひ戻ってくださいね、えーえー、あの今回、展示もありますけど「あわがみファクトリー」ってね僕徳島出身なんですけど徳島の和紙を使ってね、えー、それでこのプリントを、えー、したんですけどね。 あの富士山、寒い時に本当にえ何年もかけて撮影をしたんですけど、ねでアルファ99もあるしえその前の55とかも使ってるかな、わりと新しいところでアルファ RX1 だから、RX1 なんか使ったときにはね真っ暗で目に見えないのにえあのモニターにはね映るんですよ、あれレンズがツアイスの F2 かな。 ああ明るいレンズがついてるでしょうああ、富士山、目の前には見えないのにファインダーに映るってそういう体験をしましたね、えー、いや写真、だから富士山撮るときにもう寝る暇がなくなりますよね、えー、そんな感じでこう目に見えないもんまで映るようになったっていう、まあ、やっぱりデジタルの,あの時代になってねそういうのをこう体験して、まあ、実感してっていうような感じで、ね、撮影をしましたね。はい だからそういうい、まあ、大きなカメラのレンズをそういうカメラに、えー、取り付けてみたりとかでオートフォーカスも効くんですけど僕は割と、えー、マニュアルで、えー、拡大あのルーペで覗ぞいたようにねちあの正確にピントを合わせることができるですよね、えー、あれもすごく安心ですねだから、R えーっとえー、っとアルファ7なんか使うとあの下にね えと何メートルとかいう距離がこうピピピッとて出てくるんですよね最初あれ見た時びっくりしましたよえそんなことができるんかっていうそういうねえいろんな機能があの新しい機能がついてますねで僕があの一番気に入ったのはその絞りを16に絞っても像が見どれ乱れないっていうねこれなんかまさにそうですよねこの手前はどうかな1メートルない70センチぐらいのところほんでもう無限遠の奥までね ピントがこうやって合うっていうことはシノゴでは絶対にありえないで今までの 35mm のフィルムでもここまで映らないでそれがねこういうふうに、えー、これはね α7R、えー、ですけどこんなに緻密に映るっていうのはね今まではありえなかった世界がこうやって一枚に撮れるやっぱりある意味新しい世界ですよね ぜひまあ皆さんこう手に取ってまた購入してそういうのをこう体験してほしいなっていうことでねえ今日こういう写真をお見せしていますけどねこれは今日皆さんに見ていただくためだけに撮ってきた写真ですからねちゃんとあの見て帰ってくださいねもうほんだってこんな朝日がパーッと来てえこれ、ですよ今日みんなに見てもらうために撮ってきたんですからねえこれほんまにもののけ姫のそのまんまですよね。 でこれのまあ微妙なところはねえこの辺のえシャドウ部のえ出方これをあの D レンジオプティマイザーをこう使い分けてっていうのかないろいろ使いこなすっていうのかなシャドウ部これちょあのいい具合に出てますよねこれ以上出すぎてしまうとフラットになってしまうんですけどそういうのをねこの後ろでえー調整しながらね このメニューを選んでとかねいろんな機能を自分でこうカスタマイズしながらえこういうシーンを撮っていくんですね。本当にこう気持ちよく撮れるっていうのがね良かったかなというふうふに思いますね。写真ってこんなに写るっていうのをこう実感してもらえるカメラうんそういうところなんでぜひあのこのカメラを見てみてもらったらいいなと思いますね。はい どうですか。うん。そんな感じでね。はい。えー、今日はね、もう本当にこ、あのこの写真見てもらえて良かったですよ。あの昨日の出番がなくなりましたからね。もう今日一回限りの、えー、非常に贅沢なあの、えー、あの写真のセミナーになりましたけどね。あのぜひ屋久島も行ってみてください。これからえー、っと僕がね、そういえば今度の日曜日、え二、ー、十日 室王子に行って写真を撮りようところアルファ 7R を使ってね室王子に行って国宝の仏像を撮ってるところをテレビで放映されるんです初めてですよ僕は仏像を撮りようところをねうん土門健さんをしのんでえあの仏像を撮ってるシーン23日日曜日 BSTBS19 時から21時2時間のね長時間番組ですけどね あのアルファセブン R でね新しいレンズ使ってあの撮ってますからね当時、えー、とか無錬時とかあのー、撮影の許可を取るのがねものすごい大変だったって言ってましたけどねそういうシーンがあの出てきます、えー、このね実は屋久島もなんで僕何回も通って撮ったか 土門健さんがね2回ぐらいね屋久島に行って撮ったんやけどその時き、死の後だったんですよでまた古い時代だったんで総反則付近っていうね暗いところでは写真映らなかったそういうのでどもんさんが撮りたかったであろう日本人の心ということでこの屋久島をね撮影したんですねだから15年前に作ったときには1冊7万円の写真集を作ったりしましたけどねそれは土門健さんに捧げる。 古事の巡礼の,あの写真集と同じサイズで作りましたけどそういう写真がね、今はこんなに、まあ、簡単ち言ったらおかしいなあの気持ちを高めながらこう撮ることができるようになったということですねだから土門ン,ンさんがこのカメラを使ったらどうやって撮るかなと思いながらね、えー、撮った1枚ということでね、今回いろいろ屋久島のん写真を見ていただきました。ははい、い。そんなところで。はいはい どうもありがとうございます。皆さん、ぜひ番組の方もお見逃しのないようにお願いしたいと思います。というわけで、三好さん、本日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。アルファで撮る屋久島の魅力をたっぷりと語っていただきました。